こんにちは、速稼塾のコブです。今日はね、また舞姫大学のナミさんから私のチャンネルの紹介動画を送っていただきました。本当にありがとうございます。で、私のメインチャンネルなんですけども、6月20日から再開の見込みということで、そうですね、あっという間ですね。今日か明日が制限措置の最終日ということになります。で、この今放送しているサブチャンネルも、まあ、急遽作ったんですけどもね、おかげさまでチャンネル登録者も400名を超えてですね、まあ動画を上げれば必ず再生されるぐらいにはなってきました。まあ1週間ねやればなんとかなるっていうところかなと思います。多分この間にアップロードした動画の総本数が300本以上になるんじゃないかなと思いますね。サブチャンネルオープンして、そしてチャンネルどんどん上げていってですね、一定の、動画アップロード本数になるとやっぱ SEO も効いてくるのかなっていうところもありますし、それからメインチャンネルの方は1万人以上のチャンネル登録の方がいらっしゃってね、常に見てくださる方が100人前後いらっしゃいますんで、まあ、中には私の名前で検索してサブチャンネルにたどり着いてくださった方とかね、それから速稼塾の皆様は私の更新通知で事の次第を知ってサブチャンネルの方でフォローしてくれてるということもあるかもしれません。で、今回ね、やっぱ何が言いたいかってことなんですけども、やっぱこう探してもらえるぐらいに発信するということかなと思いますね。これからだから最強の SEO ですよ。確かに新規の方っていうのはたまたま私の動画に出会うっていう形になると思いますけども、あれ、動画がアップロードされてないぞ、何があったのかな、毎日アップロードする久保さんだから何か大切なことがあったに違いないというふうに連絡をくださったり、検索をしてくださったりに、隠居とか久保哲郎とか速稼塾で、で、あ、こういうことなんだっていうふうにして視聴を継続してくださる方がいるということかなと思いますね。まあ、やっぱり量を発信することによって救われるのかなと思いました。まあ、舞姫さんありがとうございます。ナミさんのね、応援のおかげでなんとかここまで走ってこれたと思います。それではね、今しばらくメインチャンネルまでお待ちいただきたいと思いますが、このメインチャンネルになったらね、サブチャンネルに上げた動画を一気に全部アップロードしますので、ものすごい更新通知が多くの方に届いて、なんだよこれってびっくりした方がチャンネル解除するんではなかろうかというふうな気がします。それでは本日は以上です。皆さんもごきげんよう。